大谷氏のゲゲラバー、大晦日でございます。大晦日スペシャル、はい、3時間45分ここからご覧いただきます。ここからやります、こうしちゃいらんない。ほら、え、紅白出なきゃ、呼ばれてない。あ、呼ばれてない、一切呼ばれてない、お呼びじゃない。10月から始まりましたデララバ、うん、ヤバトンから始まりまして、うん、山ちゃん、スガキやひつまぶしの蓬莱軒など、うん、多くの名古屋飯取材していただきました。 その結果こちらどこか分かりますか、太田さん、この建物何か分かりますか。これは由緒ある建物っぽいですね、はいはい、ここ何ですかここは。ここはね、名古屋市役所でございます。名古屋市役所、こんなかっこいいよね。かっこいいでしょ。なぜ名古屋市役所に来たか。なんでですか。なんと名古屋飯宣伝大使に就任。イエーイ、本当ですか。埼玉出身、大阪出身の我々2人、なんと名古屋飯ほぼ知らないのに宣伝大使、ね、えらいことです。初めてですよ、なんとか大使に選ばれた。あ、そうですか、うん、え、これだけの芸歴が。いやいや、これだけの芸歴。僕、東大阪魅力 PR 大使でもありますよ。あ、そうなの。地元の。節操ないな。俺も名古屋一筋ですから。嘘、埼玉 PR 大使ないですか。ないないない、全然。これから就任式があるということ。あ、そうですか。名古屋市役所。本当にありがたいね。行きましょう。行きましょう。市長もいらっしゃるかもしれない。あら、川村さん。あ、はい。懐かしい。ま、行きましょう。久しぶりだな。失礼します。あ、どうもこんにちは。お願いします。これまで数々の名古屋飯が愛される秘密に迫ってきた太田石井が、愛知県と名古屋市から正式に名古屋飯宣伝大使に任命されることが決定。今回は河村市長と大村知事との任命式の様子にも密着。すいません、そこはいいんですよ。そこはいいと思います、今日はね。デララバは今後も名古屋飯の魅力を徹底深掘り。きしめん、味噌煮込みうどん、カレーうどん、つけて味噌、かけて味噌、エビフライなど現在鋭意制作中。そしてこの番組で忘れてならないのが、タイトルにもなっているデララバさんの存在。彼らの深すぎる愛を改めて振り返ります。中でも太田さんの記憶に最も残ったデララバさんは一体誰なのか。第1回デララバ大賞を決定。第1回デララバ大賞、それでは発表します。スタッフもびっくりの3時間45分スペシャルが始まります。